ロイドが好きならテクレブ、テクノロイドが好きならテクレブ。よろしくお願いします。コメントがみんな届いてますね。テクバンはありがとうございます。ありがとうございます。今日は CM から生歌でつなげてみましたけど、はいはい、これも全く打ち合わせしておりません。そうですね、急に、CM が流れた瞬間にカイトちゃん、このままポロンポロン弾いててって言ったら、ちゃんとチューニング合わせてくれました。急にか、待って、やばい時間ない。ぜひよろしくお願いいたします。ということでご挨拶から参りましょう。どうもテクバンはテクノロイド DMA 清役の塩口良平と、はい、どうもテクバンはテクノロイドノックスのネオン役カイトです。イエーイ。はい、というわけで、はい、公式サポーターズクラブテクラブのお知らせをする前に、さっきのソロテクの結果が出ました。速報、はい、はい、目標 8.5 億でしたが、結果の方発表させていただきます。ドゥルルルドゥン、8億8000万達成です。やっ、素晴らしい、よっしゃ。はい、あの勝利者インタビュー、カイトさん、この結果を受けてどうでしょう。でも本当に、皆さんの心が一つになった結果だと思います。お願いします。4年後またこの舞台に立ちたいと思いますか。皆さんが望んでくれるのであれば必ず立とうと思います。最後に、じゃあご覧になっている皆さんに向けて熱いメッセージお願いします。これからもテクノライドよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さんです。というわけで本日はこれまで。違う終わらない。謎息切れ、これあの走った後でしょ。そうですね、素晴らしい世界記録、完走しきったっていうところの、だからみんなでね、力を合わせて何かを達成するって気持ちいいことなんで、そうですね、はい、毎週これを続けていきたいと思いますし、はい、またカイトちゃんと歌唱会の時もどんどんクリアしていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではこの番組の、説明をしますね。はい、この番組はテクノロイドを愛する全ての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブテクラブ内限定配信番組でございます。P ちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいなと思っております。ここだけの話が満載なので、 SNS などでの他言拡散はご容赦くださいと書いてありますが、言っちゃいけないことを言う人が今日はいないので、ぜひあの、はい、はいはい、ぜひね、あのこの番組面白いよということを、皆さんお友達とか、ね、三親等まではマストで広げていただきたいです。三親等までは、はい、そう、はい、なるほど、ね、ずいぶん独特な、はい、独特な範囲の広げ方、皆さんで広げていきましょう、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そんでもって、はい、今回で、はい、83回目のピーちゃん、イエーイ、って感じですね。やりました、はい、やりました。月に一度の軽音楽部でございまして、はい、塩口海斗の安定のペアでお送りしたいなと思っておりますけれども、安定してるかな。安定してきていませんか。ずっと安定したな。確かに、うん、安定してきたって、もう安定のカッコハテナって書いてありますもんね、うん、だって何がそんなに疑問なんでしょうね。台本書いた人もね、多分うちのボスだと思うんですけど、うん、はい、まだ、うん、まだもうちょっと伸びしろがあるってことですかね。あ、そういう風に捉えよう、やっぱり。そうですよね。でも本当の意味の安定なんてさ、不安定の上に成り立ってるものだから、やっぱすごい、うん、すごいな。安定ってところで満足しちゃいけないし、あ、すごい、そう、足場が俺たちがぐらついてる時に、これを見てくれてるサポーターのみんなが俺たちの足場をグッと固めてくれることによって、誰か、俺たちはどこまでも塩口さんの水にアルコール入れました。入ってないです。入ってないですか。入ってないです。入ってない、はい、入れてるとしたら来るまでに何か入れたんでしょう、塩口はきっと。何、はい、入れてません。はい、よかったです、はいはい、ぜひ引き続きよろしくお願いします。ということで前回はですね、はい、時は綾瀬歌っていただきました。素晴らしかったです、本当に、ありがとうございました。いい曲で、はい、この間なんかもうあの1ヶ月も前の話になりますが、はい、やってみてそのなんかこれを気をつけましたとか、こういうところに聞いてほしいなと思いましたみたいなところってあったりしますか。やっぱあのご本人の
ご本家のクオリティというかやっぱ世界観が、うん、ご本家が歌うからこそじゃないですか、はい、だからなんかあえて別物にな、うん、別物になるぐらいこういう角度でもこの曲っていい、はいはい、良くないですかみたいな、うん、なんかカイトカラーでやらせてもらったかなっていうのはカイトちゃんの持ち歌としてのその歌唱という感じを僕も楽しませていただきました、はい、歌う人によってカラオケで歌ったりとかしたらまたその人の良さになるっていうのがちゃんとありますよっていう感じで、うんはい、カイトの解釈でカイトなりに歌ってみた。そうですそうです。素晴らしかった感じでやらせてもらいましたけど、テクラブの歌もワンコーラスできましたね。確かにね、この間なんか音楽魂に火がついてね、いっぱいすごいね、あんな感じで曲作ってんの普段。あ、そうです。すごいな、結構勢いで。ドア、ドア、え、それってやっぱりさ、なんかそのなんか音ありきでギターがありきでやっぱそういうのが出てくるもんなのか、なんかその歌詞だったりとかを読んでこういう風に歌ってみたいなってなるのかとか、いろんな、まあ、視線曲線ってあるじゃん。なんかいっぱいありますけど、どっち、なんか結構歌詞を殴り書きしてわーって溜めたりもするんですよ。殴り書きするぐらい歌詞ってそんな普段からなんか思いが溢れてるの。思いが溢れる時、めちゃめちゃ歌手超かっこいいな。なんかそのやつを憧れるんだけどとか、うん、はたまたこう道歩いてる時に、はい、バーン、あ、なんかメロ来たみたいになったらボイスメモでちょっとこう、あ、急に来るもんなんだ、お告げみたいになんか。そうですそうです。とか、信号渡ってる時とかに、はいはい、それこそ。好きなラテクラブじゃないの、はい、俺その歌知ってるみたいなとか、はい、すごいな。で家帰って、うん、なんかザーって音の中で、うん、はいはい、にコードを当てて、うん、それさ、ちょっと寝かしといてさ、思い出せなかった時とかってさ、あんま良くない曲だみたいな感じで言ってる俺のミュージシャンと同じいたんだけどさ、あ、そういうことはしたりする。それもありますね。なんか、あ、この状態取れない、例えば今メロバーンって降ってきて、はいはいはい、取れないじゃないですか、うん、で終わって覚えてるかなと思って思い出せなかったら、うん、あ、縁がなかったんだなっていう。すごい、縁がなかった、これみんな覚えて、縁がなかったってワード。そうですね、そのメロとはご縁がなかった。あー、なるほどね。その時はパッていいなって思ってよしって思ったけれども、あれあれ何だったっけな、ちょっと待てよ、俺あの子のこと好きだったかもしれないけれどもあの子は来ない。でもそう、ご縁がなかったんだな、ご縁がなかったんだなっていう。なるほどね、感じです。まあ、追いかけすぎてもいけないし、自然と出てくるものがやっぱりその自分の中から出てきた自然な作品ということになるわけですね。無理やりグーって引っ張ってもあんま良くない、うん、そうね、別れ際ね、やっぱりあのついついね、なんかちょっとここでずれてるんだよ なんか、ね、ついつい不安になってなんか連絡とかしちゃうかもしれないけど、そういうところじゃなくてやっぱね、おのおのの道を行く時もあるから、いつかそれがまた重なる時が来ればいいんじゃないかということでよろしいですか。はい、まあそれぐらいあの楽曲制作っていうのはひらめきだったりも大事だし、その時に生まれたものっていうのを大事にして、カレちゃんは普段ミュージシャン業をしているということでございます、はい、なるほど。今日は歌唱会で、はい、今日は歌唱会、ついに前回の 1.5 周年アニバーサリー投票10位を獲得したかの名曲、かの名曲 DMA さんのリガード for you 選んでいただいてありがとうございます。歌ってくれるんですか、リガード・フォー・ユー。これがですね、はい、今回、うん、3分の1ご本家さんがいらっしゃるということで、あ、DMA の 3人のうちの1人がいるぞと、はいはい、3分の1ご本家さんいらっしゃるので、おデュエットさせていただけたらと。ごめん、ちょっとやっぱ2人に申し訳ないからできない。じゃあさっきの練習は何だったんですか。練習、あれ練習だったの、なんか楽しいセッションじゃなくて。うわ、すげえ、あ、なんか、うん、ちゃんと音楽を、確かに、まあ、そういう解釈だったらそうなのかもしれないですね。いや、今日本当にあのカイトちゃんからあの嬉しいお申し出を先週ぐらいにいただきまして、せっかくなんで、リガードフォーユー歌おうと思うんですけど、しおにも一緒に歌わないって誘ってくれたんで、はい、ぜひあの僕でよかったらご一緒させてくださいということで、はい、今日はいつものカイトちゃんのソロ歌唱ではなく、はい、塩口と一緒に歌うということなんで、ぜひあの温かい目で見てください。よろしくお願いします。はい、本当に急にね、あの歌詞割りを勝手に決めて、うん、いいじゃない、で連絡させてもらって、はい、したら2つ返事で OK、はい、練習しときますみたいな、こっけ、あ、もういけるぜみたいな感じが、そう、もう
もう何にも、え、もう何でも来いみたいな感じってことですもんね。何でも来いとはまた違うよね、そこは。なんか俺この曲知ってたし、なんかよくわかんないけど。まあでも結構これ、去年のバレン、あ、今年か、今年のバレンタインイベントだったから、はい、レックしたのがもしかしたら年末、もしくは年始ぐらいだったのかな。年末ぐらいだった気がするな。なるほど。結構冬の寒い時期に撮ったなっていうのは覚えてるんですけど、まあきちんと歌うのはそれ以来ですから、はい、まあ、せっかくカイトちゃんがね、僕を仲間に入れてくれたということで、まあ、あの今の塩口がキヨさんではなく、これ先言っておきますね、キヨさんではなく塩口がこの歌詞を解釈して歌うっていう形で今回はやろうと思ってますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、やってみましょう。キヨさんはね、キヨさんの時はやっぱりあの3人と、そう、3人で、ね、やっぱりあの残りの2人がいないと、うん、やっぱりキヨさん自体もね、あのワクワクしないっていうところがちょっと漏れ聞こえてきたもんね。確かに、なんかネオンもそんなこと言ってたような気がしますね。でしょ、はい、なんかやっぱみんないるとなんかちょっとワクワクするじゃない。そうですね、うん、なのでそれはキヨさんの時はいつか来るあのみんなと歌う機会にあの楽しみにとっておいていただいて、今日は、はい、カイトちゃんと塩口のリガードフォーユーを皆さんにお届けできたらと思っております。はい、はい、お願いします。ご無沙汰、いつぶりって台本に書いてあるけど1ヶ月ぶりだよな、普通に。この間一緒にやった時の、うん、確かにかご無沙汰いつぶりって書いてありますね、うん、書いてある。これは記憶が飛んでいる、うん、時間、僕たちの時間が違うんですかね。まああの逆言えばそのここでは合ってるけど、あ、ここっていうのはその放送上では合ってるけど、それ以外でも合ったりしたのっていう質問かもしれない。ああ、なるほど。合ってません。合ってない。正式に。そうですね。合ってませんが、ちょこちょこ LINE をしてました、はい。はい。そんな感じでございますね。そうですね。はい、あの1ヶ月の間に何かいろいろありましたか、カイトちゃんの中では。そうですね。ノックスのメンバーとは会いました。なんであんなにノックスって会うの、逆に。なんででしょうね。何、何なん、なんか気づいたら、気づいたら集まろうとするんです。誰、事務所みんなバラバラでしょ、だって。はい、バラバラです。仲良すぎない？4人、普通さ4人組ってさあんまりバランス良くないんだよ。へー。そう、5人ぐらいがバランスいいんだよ。3人とかになってもパワーバランス取れてる、はいはい、4人とかだと時になんか1、3とかになっちゃうともうさ1人は3人に勝てないから。あ、まあそうですね。そうそうそう、バランス悪いと言われてるんだけど、なぜそんなに仲がいいのか分かんないです。なんか自然と、ね、仲いいですよね。ちなみに何したんですか、その時。なんかお祝いしましたね。お祝い、はい、あの誕生日近い某メンバーの、某メンバー、それさあの隠してる世間的に誕生日は出てないのか、みんな。あとまた近々なんかね、でも近々誕生日の人は僕誰か分かります。塩口クイズ、ご飯行こうみたいな話は多分10月20日浦さんじゃないですか、誕生日。違いましたっけ、ですかね、そんな気がする。誰とは言わないですけど。ああ、でも、あ、2、10、え、あ、18日、惜しかった、ぼんやり覚えてました、塩口、はいはい、その辺、あの、あ、和樹誕生日だなぁなんて思ってた、はい、うん、確かになんかその辺だったかもしれないですね。なるほどなるほど。いい、でもなんかもう、なんで嫌なの、いいじゃん、いいじゃない、そこぼやかそうとする、ね、なんでぼやかすんだよ、世間に出てるからいいじゃん。そんな感じです。結構定期的にちゃんとそのみんなのお祝い事は自然と集まって祝おうぜみたいな感じに慣れてるってこと。うん、そうですね。なんかすごくない、それ。学校の友達でもそんなやついたかな、俺。ね、なかなか大人になってからそんなに、しかも仕事のね仲間として出会って、はい、まあ、それっていうのも作品良かったりとか、自分たちのそのやってきた仕事をお互いがリスペクトしてるから、はい、そういうふうに仲良くできるのかなっていうふうには思うんですけど、はい、なんか遊びに行くパターンで、はい、どういうことをすることが多いの？なんか何かを見に行こうぜとか言って、なんか映画見に行こうぜみたいなこともあったりとかするの？映画はないですね。映画ない。なんかご飯を食べるために集まって、うん、その後、うん、遊ぶんですよ。まずご飯をとりあえずは食べるんだ、みんな。ご飯をまずお腹を満たします、うんうん、ジャンルは何系？いやもう本当にまちまち、まちまちですね。なるほど、うん、焼肉だ、肉類。あ、でも焼肉とか男の子っぽくていいじゃん、はい、なんか、うん、とか、うん、なんかこの海鮮系だったりとか。え、海も行っちゃうんだ。海もすごいね、海鮮系グルメズだね、君たちは、うん、で、その後に卓球とか、うん、
お腹痛くなんない、そんな食べた後すぐ動いて。わかんないんですけど、卓球やったり、うん、ダーツやってみたり。ダーツ、はい、ノックスチャラいです。いや、これがノックスのマックスの背伸びなんですよ。はい、ノックスのマックスの背伸びで、ノックスのマックスの背伸びなんです。え、こっちはビリは、ビリは、あ、まだですね。ビリはまだ、もうそろそろ。え、ちなみにダーツうまいメンバー知りたいです。いや、もうあのヒロムくんですね。解釈一致。あいつはできないことがなさすぎないか、なんか何でも。一人だけね、卓球もそうなんですよ。えー、ずーっとヒロムくん一人勝ちです。なんか俺すげえ余計なお世話だけど、あいつの彼女だったらあいつができすぎてすごいなんか自分なんか劣等感あるんだろうなってでもメンバー付き合ってねえし、男だしおっさんだしでもメンバー的にはすごく、うん、あのだから妥当ですよね。そうだよな。でもそれだけできる人がいてやるゲームって楽しいじゃん。上手な人がいるとさ、教えてくれるから。はいはい、ね、めちゃくちゃいいよ。え、ちなみにカイトちゃんはどうなんですか、こっちの腕前は。ご自身は。僕は真ん中ぐらいですね。あ、でもなんか負けないけど勝たないみたいな。真ん中ぐらいってことはど ど下手がいるってことね。一人一人。いや、まあ、誰とは言わないですけど、なんか大体わかる気がするな。誰とは言わないんですけど、うん、あーって言ってます。だからあいつですきっとあいつです。あー、なんでだよつって、あー、どうやったら行くんだよつって聞いてくるとか、うん、っていう感じですね。なるほどですね、はい、まあキャラ通りでございますね。そうです。なんか結構解釈一致な気がしますけどね、うん、面白いな。本当にさ、あのもうよくよく言ってるけどさ、ノックスのメンバーはこの役柄をやるために生まれてきたやつらが集まりすぎてもうね、中身の人がもうそのまんま、本当にみんな特徴が不思議ですよね。この間里井ちゃんの回にも言ったんだけど、はい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 、あの親和性の高さ、はい、どこだと思うっつって、はい、君とあのね、なんだ、どう忘れした役名と書いて、あの里井の役名、クロム、クロム、はい、そう、クロムのあのなんて言うんだろう、あの天然ボケなところ、うん、本当に自分は大真面目なんだけども全然ずれてること言ってる時あるじゃん。いや、もう本当にあの人本当にそうなんですよね。すごいよ、はい、あいつすごいよな。はい、びっくり人間じゃない。びっくり人間です。非常にありがとうございましたって俺がいない方に言ってた時あるからなんでだよ、わからない、なんでなんだ、もうちょっと怖かったもん、なんかえみたいな不思議だな。そう、みんなそのまんまという感じでございますけれども、はい、はい。え、じゃあノックス以外のメンバーは会えてない、なかなか。あ、でも僕あの大輝さんと、大輝、はい、あ、小林大輝、小林大輝さんと仲良くさせてもらってて、うんうん、相変わらず仲いいんだ。はい、やっぱは一緒にあのあれ最近、あ、餃子包みました、大輝さんの家で。何やってんだよ。あの草野太一と、え、草野太一もいたの。太一、俺会ったことないけど太一って言っちゃった。太一とも仲良くて、あ、そうなんか、その3人の絵面すごいほっこりするな。はい、あの3人でなんですけど、僕と太一あんまり包むの上手くなくて、うん、大輝さんにあのちゃんと教えてもらいながら餃子包んでました。なんか大輝もそうだけど、なんか面倒見よくてなんかね、はい、何でもできちゃう成人だよね。そうです、すごいよな。ほっこりと、ほっこりと、ほっこりと甘えてたんだろ。え、これなんか全然はみ出しましたみたいな。いや、割とあの見てください、あ、見てくださいって言って下手くそなやつ。どうですか、まあ、すげえ迷惑あの僕と太一がやったやつだけ、うん、ちゃんとあの具がはあの焼いてる時にはみ出るっていう。だって入れすぎそうだもん、なんか。あと太一がなんかよくわかんないものを入れたがるんですよ。あ、あの闇なめ的な感じにしたいの。そうです、うん、何入れてた、なんだっけな、うん、あの漬物みたいなやつとか。何漬物みたいなやつ。でもなんかあとわさび、あー、シンプルに、はい、でももう丸分かりなんです、色ね、色で、あの透き通ってるからね。そうで、うん、ちゃんと自分で食べてうげーって言ってる。自分でそれ食べんの、はい、怖いね、あの子、会ったことないけど要チェック。俺の中のあの要注意人物にリスト入りましたじゃん。でもそこはだから人に食べさせないっていうあ、まあ、あの地球に優しいタイプなんですね。そうです、そうです。なるほどですね、はい、こんなような1ヶ月を過ごしたそうです。そうですね、はい、またいろいろ聞かせてください。よろしくお願いいたしますが、お願いします。本日のテクノロイドオープニング2人の方は美術部から、はい、リンさんが送ってくれました。
くれました。兄さん、はい、ありがとうございます。そしてエンディングの二重は写真部からリリアさんが送ってくれておりますので、お楽しみにしていてください。引き続き写真部と美術部の方から二重の方は選定していきたいと思っておりますので、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回も音声の一部を YouTube の方に切り出しを行わせていただきますので、ぜひですね、三振と拡散していただいて、カイトさんと塩口さんという愉快なお兄さんたちが夜の10時からなんか夜な夜なわちゃわちゃしてるらしいよと教えていただいて、どうやらね、はい、ぜひ通学のお供に YouTube 聞きながら通ってください。お願いします。お願いいたします。はい、テクラブギャラリー内には今週も SNS でアップされていたファッションチェックがアーカイブにてアップをされております。今週は、カイトさんとライトさんの君に贈る歌声のホワイトギフトがそれぞれアップされておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、今後のテクラブのスケジュールを先に今日は発表しますね。はい、来週10月18日水曜日は塩口安藤田中 P のホーム会、イエーイ、はい、やっと P ちゃんになります。はい、 P が来るんで、はい、ぜひぜひね、今朝も P と LINE をしましたけども、はい、元気そうでございました。ぜひ見てくれてると思うんで、田中さん来週会いましょう。塩口は元気にやっておりますよ。はい、はい、よろしくお願いします。田舎のビデオレター風でお送りしておりますけどす、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてそしてその翌週、再来週は10月の25日水曜日、こちらはスタッフ会としてお送りさせていただきまして、はい、テクマイアニメテクマイのイム・ガヒ監督と田中さんの、はい、会でございますので、ぜひこちらね、ディープなお話来ると思うので、皆さんチェックを、田中さん見てるよって、見てるよ、マイボース、イエーイ、来週まできっちりつなげておきますし、再来週の告知も今しましたんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてそして11月にはですね、なんと声優界のゲストが決定しておりまして、お月光院小読み役神楽狐さんいらっしゃいます、イエーイ。はい、いろいろ聞きたいと思いますが、はい、はい、人見知り出ませんようにということで、はい、頑張らせていただきます。きっと塩口シフトです。よろしくお願いいたします。シフト、はい、はい、ぜひ10月も11月も末永くテクラブのご支援の方どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで切り抜きはここまでとなりますので、ここから先会員限定のお時間となります。では YouTube の方はバイバイ。こういうやつです。全デザイン中に、やるって慣れてなかったと思う。そうですね、グループで歌うっていうこと自体が初めて。最初はグーあちゃんじゃんおい、次の感じありますね。ダメだやっぱ